アーノルド・ミンデル・アーノルド・ミンデルは、プロセス思考心理学、プロセスワークの主な創始者の一人。アメリカ合衆国は、マサチューセッツ工科大学で物理学を学び、スイスの中立比にある、ユング研究所で分析心理学を学び、ユング派分析家となる。体の体験、特に身体症状が夢に反映されるという点に、魅了され、独自の研究を始める。 1982年の初めての著書、ドリームボディ事故を明らかにする身体によって、体に夢と同じ象徴的なパターンを持った、プロセスが起こることそしてそのプロセスを扱う方法を発表、またそのプロセスの意味に気づくことが大事であると考えた。また、その夢や身体症状といったプロセスを作り出している根源をドリームボディと呼んだ。その後、彼は、 人間関係においても、ダブルシグナルと呼ばれる無意識的コミュニケーションなどを通して起こっている、プロセスを扱う方法を発見、人間関係の問題も取り扱うようになる。さらに彼の関係性への興味は、米国のユダヤ人の家庭に生まれ、当時、社会的な葛藤の多かった被差別体験をしやすい追い立ちからの気づきもあり、大きなグループでの葛藤の研究へと発展して行った。 彼はグループにおいてはプロセスがロールによって個人と同様にシグナルとして現れてくることを見出し、またそのグループの行動に影響を与えているがその場で明確には意識されていないゴーストロールも含めその場において姿を表そうとしているすべてのロールに気づくことが大事であるとした。またその場に起こってくるすべてのロールを等しく大事にする。 ディープイコールデモクラシーの態度が大事であると考えた。身体症状と夢との関連性を見つけたところから始まった研究は、シャーマニズム、老子の思想や善、液教量子力学、コミュニケーション理論などの様々な研究から、また、ガンディやマーティン・ルー・サー・キング牧師などの市民社会運動などの考え方や活動からも大きな影響を受けた。 夢の理論を発展させることにより、個人の問題への取り組みや自己成長だけでなく、関係性のワーク、家族やグループとの取り組み、ムーブメントを使ったワーク、アートを使った取り組み、意識変容状態や極端な意識状態など、広大な範囲をカバーしつつ、統一された視点も提示してきた。最近では、パートナーのエイミー・ミンデルと共に、米国オレゴン州を中心として、コーマワークや、 グループの葛藤解決の色の強いワールドワークやオープンフォーラム、タウンミーティング等にも力を入れ臨床を続ける一方で教育とワークと研究のため世界中を飛び回っている。ありがとうございます。